第6代監督カーク・ギブソンこの一覧は MLB のアリゾナダイヤモンドバックスの監督を務めた人物の一覧である。アリゾナダイヤモンドバックスは1998年のエクスパンションによって誕生した。現在まで8名の監督が歴任している。初代監督はバック・ショー・ウォルターが務め、現在は2016年11月からトーリロブロが務めている。チームは 創設から現在まで4度の地区優勝、2001年には、ワールドシリーズ優勝を果たしている。2007年に、ボブ・メルビン、2011年に、カーク・ギブソン、2017年に、トーリ・ロブロが最優秀監督に選出された。ボブ・メルビン、バック・ショウルター・マネジリアルレコード。BASEBALL-REFERENCE.com 2010年2月20日閲覧。ボブ・ブランリー・マネジリアルレコード。bas.reference.com b,、a S e b a、l l D。2010年2月20日閲覧。a l ルペイドリックマネジリアルレコード。bas.reference.com b,、a S e b a、l l D。2010年2月20日閲覧。ボブ・メルビンマネジリアルレコード。 baseballd-reference.com2010 年2月20日閲覧 a j ヒンチマネジリアルレコード。b a s e b a l l d r e f e r e n c e c o m 2 0 1 0年7月17日閲覧カークギブソンマネジリアルレコード baseballd-reference.com 2016年1月24日閲覧。アラン・トラムル・マネジリアルレコード。bas.reference.com b a,、S e、b a l l。2016年1月24日閲覧。チップ・ヘール・マネジリアルレコード。bas.reference.com b a,、S e、b a l l。2016年1月24日閲覧。 トーレイローバローマネジリアルレコード。b a s e b a l l r e f e r e n c c o m 2016年1月24日閲覧。ありがとうございます。